どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。やっていきましょう、甲子園艦隊物語やっていきたいと思います。さあ、練習試合となったところで、早速試合いきましょう。はい、さあ、今回どんな感じになるのか練習試合頑張りましょう。張り切っての3人、松、不走、ミカサ、どうしようかな。じゃあここはね、不走でいきたいと思います。はい、うん。お、日清が絶好調か。いいじゃん。で、今回、あのね、まあ、状況にもよるけど、赤木をね、試しに使ってみたいと思います。うん。赤木かな？赤木なのかな？まあ、あの、赤木うまく、こう、なんだろう、こう、やっぱ経験させておいた方が成長するんじゃないかなっていう気がするんですよね。もう正直2年生からもうエースとして使っていいんじゃないかなって気がするんだよな。2年生ってか1年生から。行きましょうか。呉学院高校対、大日本海洋高校との練習試合ですね。行きましょう。いやーでも楽しみだね。こう新チームになってからどういう、活躍、あ、評価、総合戦力、同じぐらい D ぐらいですね。頑張りましょう。おっと、マジか。いきなり4失点。ちょっと想定外だったな。とりあえず、ミート多様積極に、引っ張っていこう。うん。正直僕引っ張り最高だと思ってますから。さあ、頑張って打ってこい。打率いいね、4割1分7厘だから。よっしゃ、オッケー、いいねー、ナイバッチ。不走、ちゃんとセンスあるじゃん、バッティングの。どうだ、あーダメか、点にならない。4回裏の攻撃、もう1回不走だね。頑張りましょう。くせ者はまだ使わない方がいいでしょう。待った、相手ピッチャーどうよ、スコア。まず相手に野手を見た、あー投手出た。あー球速はないから割とまあ、でも変化球いいな。いい選手多いね、うん。じゃあ、野手。あー、なるほどね。はい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 。あー、岡野結構いいね。まあ、でもそんなひどく差があるわけでもなさそうだね。うん。頑張りましょう。じゃあ、積極的に打ってこう。引っ張り。積極的に引っ張ってこう。こういうのはね。頑張れ。うい、追い込まれた。焦らず行って。あー、ダメか。残念。まあまあ、いやいや。守備、ピンチですね。もうこれ、日清、変えるか。練習試合だし変えた方がいい気がするんだよな。投手交代。あ、でも絶好調なんだよな。どうしよっか。まあ、でも、まずは3年生、2年生を返していきましょうか。ピンチに強い方を使っ、どっちも同じか。じゃあ、はい。松島で行きましょう。ピッチャー交代、松島。頼むよ、ここ。うん。やってくれると信じて。てか、俺は信じてるから。ラッキーボーイはこれは1打席なんだよな。だったらまだ使わない方がいい。とりあえず長打警戒。で、低めに集めて。ストライクを入れてできるだけ。オッケー、いいね。ストライク、ストライク。さあ、スロースターターがあるから、そこは気をつけましょう。オッケー、いいね、いいね。岡野。どうしようかな。4番でしょ？変化球いこうか、変化球。で、やっぱ長打警戒。外角へ。集めて集めて、しっかり。ストライク、よーっと、おい、焦るね。オッケー、ファースト、やったね。チェンジ。なんとか抑えました。さあ、裏で裏。こ、あー、ダメか。ワンアウトランナーなし。また不走かな？だね、不走。ミート対応積極の引っ張り。頑張れ、頑張れ。やってくれると信じてるから、俺は。不走、あー、これ積極に行かない方がいいかな？もう、ちょっと。消極的に、消極的でやって。慎重に行こう、慎重に。引っ張り。よーし、いけ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 、あー、惜しい、あと一伸び。でも、いいよいいよ、センスはある、センスはある。1点返そう、攻めて。1点でも多く。うん。オッケーオッケー。もも。打撃は、あ、ヒットエンドラン、熱血発動でまず。パワーこれでかなり上がったんじゃない？で、ミート多様積極だな。ミートで行きましょう、ヒットエンドラン。で、頼むよ。よっしゃ、オッケー、あー、ダメか、伸びすぎた、くそー、当たりはいいんだがな、伸びすぎた、ミカサ。流しか、熱血、ここで使っとこう。あー、バカ、危ない、ボールでよかった。流し打ちが得意ならそれでいくといい。あの、これは慎重に行こう。うん。慎重に流し打ち。うん、しっかりボールを見て、確実に行こう。うい。あー、ダメか、ギリギリのところ攻められた。くそー、あと1点は欲しいよ、せめて。ピンチ。
大丈夫か、松島。まだ24球しか投げてないんだよな。とりあえず、じゃあ、変化球中心、長打警戒の打たせて取れ。頑張れ。これ、フォアボールだったらこれ、ランナー変えるか。ピッチャー交代かな。あ、でも歩かせるのも手、うわー、焦るわ。焦るわ、本当に。いやー、ナイスキャ、取れなかったか。ピッチャー変えてみるか。これはちょっと、じゃあ、試しに投げさせてみましょう。タイム。ラッキーボーイだけ発動しとこう。で、タイム。投手交代。伸び A の状態で、じゃあ赤木いきます。不調だけど、まあ、まだ、どうにかなるかちょっと気になるけど、信じてみるよ、こういう時はね。やっぱり。さあ、頼むよ、1年生。どんなもんか。くせ者はこれ、ワンイニングやってみましょうか。ゲッツー取れたら最高だよね、これ、ゲッツーシフト。変化球かな？球速もそんな最初、特別あるわけじゃないし。頑張れ、赤木。うぃ、危ねえ、危ねえ。焦んないで、焦んないで。大丈夫だよ。もう、練習試合だから。自分の投げたように投げなさい。わおー！いいね。ワンストライク、ワンアウト。そして4番との対決か。コースをお任せはね、信頼度が低いからやんない方がいいんだよな。臭いところ。うい。おっと、いいよ。歩かしても最悪いい。もう、あったったー！取れないかー！取れなかったか、今。飛びつくなりなんなりしたらギリギリ届いた気がしたけど。守備力不足なのかな、これはきっと。じゃあ内角はえぐって。うん。うい。あ、怖いな、でもちょっと。うい、追い込んだ。いいよ、相手1年生だから同じ。頑張れ。今まだ自責点ゼロだから。あー、フォアボールか。まずいな。ちょっとこれは、一応伝令しとくか。あ、そっか。これでものすごく盛り上げとけよかったんだな。まあ一応行きましょうか。仕方ない仕方ない。盛り上げて。うん。ここはしっかり抑えるべきだからね。低めだな。低めに集めましょう。ほい。ストライク入れ、ストライク。うん。ストライクだよ。うん。よし！セカン、セカン！オッケー！よく抑えた。なんとか、まあ、いやいや、1失点。うん。正確には自責点ゼロだけど、よく抑えた。待つ。どうしよっか。ラッキーボーイ。使ってみますか。チャンスに強い。の、転がるの信頼性が俺なんかないんだよな。盗塁つったって多分だって、ちょっとタイムで、ダイソー。そんなだって、走力 D か。ちょっと厳しいだろうな。盗塁。だったら、ここは信頼度に、お任せでいってみよう。うん。しっかりボール見て、しっかりボール見て。いいよいいよ、フォアボールで見てもいいんだよ。よーし、いいぞ。そう、しっかりボール見て。なあ、結果オレイ！いいね、いいね。2、3、フルカン、よ、フルカンズではないね。次、3番。回ってきたね。闘魂、パワーアップ。逆境バラ、あ、タイエス、いいね。ミート身長、やっぱりミート身長なんだ、そこは。うん。流していこう。頑張れ、頑張れ。慎重に行こう、慎重に。うん。よしよし、いけ！伸びろ、来たー！寄るね、次。1点差まで2点差か。よし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 。一気に追いつきそうな予感がしてきたぞ、これ。やるじゃん、杉。お、ツアーとランナー2塁。もう1点入れよ、せめて。バッター、不走か。いいじゃん。くせ者ここで使いますよ。おい。粘り打ち、ゲッツー崩し。バント、あー、いいね。ゲッツー崩しは割といいかも。ミート身長引っ張り。頑張れ、身長に引っ張っていこう。当たればワンチャンあるから、これ。よし、いけ！当たりはいい！ダメ！抜ける抜ける抜ける！よっしゃ！行く！ケイ！グッジョブ！いいね！ 1 点差！ここに来て、ついに見えてきたぞ、逆転が。もも、一発あるよ、彼だって。引っ張りかなー。ミート身長が本当に使えるな、そう考えたら。まあ、相手にもよるんだけど、そろそろだって、相手のピッチャーも疲れてきたからね、100球以上投げて。しっかり、よし！おーし、いけ！逆転のー！来たー！逆転ツーラン！うおーやべえ。これは、過去のあの、栄光大湘南に近い匂いがするぞ。この連打構成。やるじゃん。5点返したよ。ツアーとランナー一塁。さあ、そして、榊、どうしようかな。ここは普通に行こう。はい。チャンスに強くなって、どうしようか。代打使ってみる？代打加賀がいいんだよな、なんか、すごい。パワーヒッターってのも迷うな。ちょっと使ってみるか。試しに。うん。行ってみよう。はい。代打加賀。
はい。さあ、どんなもんよ。今回、期待してますか？あ、いいね、強心臓。おい、チャンスに強くなった。チャンス A になったね、これで。ミート身長が便利なんだよな。お任せはでもダメだ。多分、いや、期待してみよう。うん。いやー、やっぱ引っ張れ。うん。優柔不断で毎回あれだけど、引っ張ってくれ。しっかりボール見てね、確実に。よし！え？嘘！嘘！嘘！ちょっと伸びるんじゃない？これどうだ？あー！だー！もう一伸び欲しかった。惜しい！いや、でも、かなりね、可能性があるよ、これは。うん。待つ。行きましょうか。ワンアウトランナー一塁。ミート多用、身長引っ張り。頑張れ、頑張れ。うぃー。しっかりボール見て、確実に取りましょうよ、ここは。よっしゃ、危ない。よっしゃ、抜けないか。あー、惜しい。ファースト間に合うか。あー、アウト、残念。まあ、よっか、よしよしよし。さあ、最後抑えましょう、しっかり。うん。ピッチャーは千代田に変わってたんだね。ラッキーボーイ発動。は、あ、1打席か。まあ、いっか。で、伝令でこれ、ものすごく盛り上げておきましょう、チーム。うん。最後、しっかりやっていきましょうか、こういうのね。ここ大事だから。うん。で、一応ね、千代田のやる気も上げときます。で、これで最大限もうやれることはやったっていう状況にしておいて、この試合勝ちましょう、しっかり。変化球、もちろん変化球でしょ。で、緩急重視。うい。頑張れ頑張れ。いい球走ってるんじゃん、千代田。頑張れ頑張れ。よし、去年は全然、あー、ダメか、届かない。まあまあ、いいよ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 。これ、ゲッツー取る、ゲッツー。そしたら、鍵和田。鍵和田でいいのかな、これ読み方、本当に。ゲッツーシフト、変化球中心。だって変化球しか磨いてないもん、千代田は。あ、バントシフト、バントシフトしとくか、一応。バント警戒。はい。はい。おー、食べない、今。焦った。ヒッティングかよ。よっしゃ、あー、抜けるー。しまった、ポジションを変えるの。おー、柏、待って待って待って、バカバカ。あ、危ない。エラーのエラーエラーじゃねえか。怖い怖い。やめてくれ。1点はこれ絶対抑えたいよ、これ。本当に。はい。いや、1点抑えるんだったらこれは定位置の方が中間守備だな。うん。いやー、怖い。頑張れ。ストライク、ストライク。やべえ！あ、これタッチアップ来る。へえ、間に合い間に合い。肩ないんだ。肩ないんだった。くそー。惜しい。いや、でもまあ裏があるから、まだ。うん。ここで抑えろ、しっかり。うん、ここを、もう、ゲッツーかなんかで抑えればもう、それで終えよう。なんとか相手の攻撃を。練習試合は、あーっと、だー、届かない。守備力不足、来てるな。まあまあいいや、ゲッツーシフトだから仕方ないね。打たして取るよ。打たして取るからね。打たして取れ。いやー、危ない。焦るわ。さあ、頑張れ。千代田。うわー、ストライクを入れて攻めて。いやー、マジか。ここに来てフォアボールはまずいぜ。ちょ、タイムで、投手交代。いやー、でも、ダメか。変えられねえ、これは。うん。信じるしかないな。一応定位置。いや、定位置。変化球。の、低めに集めて。いやー、やべえ。怖いわ。千代田頼む。なんとかここ抑えないと。ストライク入れて。よっしゃ、オッケー。ツーアウトランナー満塁。7番。ここはやっぱ低めかな。長打警戒で一応。で、変化球。直球は無理。うん。そう見た。変化球でどんどん集めて。頑張れ！よし！追い込んだ！いいよいいよ！よし！オッケー！さあ、裏。うん。裏で行こう、裏で。6対6。さあ、3番。チャンスに強いわけでもない。あ、でも今日ホームラン打ってんだよな。ニート身長の3年生だし、お任せで行ってみよう。うん。3年生だから、それ相応の信頼だー！いけー！あー、ちょ、タイム。余った。よっしゃ、結果オーライ。うん。大応援の効果でなんかいいことになったかなと思ったけど。よし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 、いいよいいよ。先頭出た。4番だもんな。ファイト発動しよっか。ファイト。調子アップ。送りバントか？ちょ、タイムで、戦力分析、能力見て。あ、違う、戦力分析じゃねえや。ヒエ、どうしよっか。カシア、これ、仙台。あー、難しいな、これ。まあでも、能力で言ったらヒエかな。ちょっと絶好調だし。
ミート身長の転がせは絶対ゲッツーになっちゃうから、流してみよう、流し。うん。ゲッツーだけは避けて、最低限。あー、でもフォアボールで見てくれてもいいな。よー、抜けろ、よっしゃい、結果オーライ。よかったよかった。バントとかしなくて。よし、結果オーライ、結果。ここはバントかな、それで。あ、でも今日、どうしよう。2年生、ミート身長の、難しいな。引っ張り。引っ張って、これで3連打だったら理想的。あ、待った。これは見ろ。うん。待て。待て。どうしよう。待て。もう一球待て。まあ、いったな。じゃあ、引っ張り。頑張れ。ツースリーフルカウント。よし、抜け。なあ、よし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 。ファースト間に合え。無理か。だあ、惜しい。でも、よしよしよし。ワンアウトランナー二三塁。結果、進塁だ。犠牲フライでも打ってくれりゃ理想的よ、これ。犠牲フライ。せめて。頑張れ、モモ。2年生。見せてやれ、最後の力。よし、いけ、止め、入れ。落ちろ、落ちろ。よっしゃー、さよなら来たー。早くランナー、危ない。やったー最高。やったー、勝ったよ。危なかったな、本当に。最初4失点した時は何事かと思ったけど。よーし、いいぞいいぞ。なんかでも成果を感じたね、今回の。うん。いや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 、いいじゃないですか。やった。はい。いや、よかったね。杉、桃のこの2、なんか2本がでかかった、特に。よく頑張りました。うん。はい、勝ちました。いいね。あ、日清球速上がった140、いいね。加賀も、あ、弾道、やった。はい。あ、やったー、そこそこになったー。皆さん、いやー、長かった、ここまで。うん。あー、いいね、杉、超ノリノリ。もう、待ってたんだよ、これを。長かったわー。弱小生活、しんどいんだよな、結構。はい。で、お、はい、業者買いますよ。機材交換券で。もちろん、これでしょ。はい、お楽しみ。はい、うん、がっつり買いますよ。続けて購入。あ、ない、金がもう、早い。くそー。購入を見送ろう。はい。で、ガンガン使いますよ。アイテム。お楽しみ。交換券チェンジ。ダンベルいいね。やったじゃん。ベンチプレスも持ってるし。どうしようかな。5だと危ないんだよな。3。うん。あ、そうだ。はい、5月。メイ。どうしましょうかね。弾道いい感じになってきたんじゃねえかな、みんな。日清。球速アップ。139キロ。まあ、こうなったら140キロ台まで上げてくれやって感じだよね。うん、でも正直赤木を俺なんかエースにしたいなって感じすんだよな。だから、そう考えたら、松は先発タイプにしなく、松島千代田は先発タイプにしなくてもいいや。うん。だからこっからちょっと頑張っていきましょう。総力アップ。D になったか。じゃあ、そしたら、外野なんで、一応エラーしないようにして、補給で。うん。エラーだけはやめて。で、加賀が、総力。うん。あ、でも、キャッチャーだから、肩か先に。うん。で、パワーアップの、不走、走力アップ。ミート、あ、上がったね。よし。じゃあ、ファーストだし、一応走力で。うん。で、待つ、走力アップ。まあ、いいや。で、ヒノキが、セカンドでちょっとこれはひどいな。補給。走力アップ。問題なし。で、昇格も、昇格どうしよっかな。パワー、とりあえず、パワーにすっか。うん。パワーが一番低いし。で、総力アップ、はい。で、パワー、どうしよう。柏はどうしようかな。守備力アップ、うん。で、比叡、総力、はい。仙台、どっちかな。補給 G は減らそう。で、柳どこ？あ、弾道勝手に上がるか、これだったら。じゃあ、一番ひどい方からやっていきますか。守備力。いやー、これはちょっと想定外だったな。はい。うん。まあ、ここから頑張って育てていくしかないよね。おーし、ヒノキ弾道アップ。いいね。全体的にもう強くなってきたね、そろそろ。あ、やっちゃった。日清!3年生、どんまい。いやー、かわいそうに。というわけでね、じゃあ次回へ行きたいと思います。5月、頑張っていきましょう。楽しみに。じゃあね。どういうこと人が住むって何が？はい、メダルだよ。フィドラスチーン。50メダルが結構もらえるね。
お、いい位置。おお。やべ、やべ、めっちゃ儲かってんだけど。え、これで終わり？え、終わり？ウェーブル終わったー。